はい、まず201番ですね。オール、オール。発音に注意してください。あで始まらないで、おっていうふうに最初読み始めます。オール。意味は、すべてのとか全部のとか、あと全員とか、このような意味があります。あと、こちらに書いてあることは、ちょっと最初はまだ覚えなくても大丈夫なことなので、後で余裕が出てきたら読んで覚えてもらえればいいと思います。オールを使う位置ですね。主語よりも後に使う時の位置について書いてあります。はい、あと一番下にはオールとエブリーの違いなんですけど、オールの場合は全体を一つのまとまりとして見る。こう大きなまとまりとして見る。それに対してエブリーというのは全体の中での個々に注目する。で、エブリーの後ろっていうのは単数形の名詞が入るんですね。例えばエブリデイ、毎日っていう言い方があるんですけども、あれは個々、つまり一日一日に注目しているということになります。なので単数扱いですね。そこを注意してください。202番、ニア、ニア。これは何々の近くにという意味ですね。あとは形容詞、副詞などいろいろ用法はあるんですけども、何々の近くにっていうふうに覚えてもらえればいいです。で、バイという単語、これは何々のそばにっていう意味なんですけども、まあほぼ同じ意味ですね。はい、あと比較変化、ニア、ニアラ、ニアレスト、ER、EST をつけます。はい、例えば、in the near future っていうふうに言うと、近い将来に、あと、near at hand。ちょっとこれは難しい表現ですけども、近くにとか間近にという意味があります。はい。先ほど説明したニアとバイの違いですね。まあ、ほぼ同意で使われるということです。はい。では次行きます。203番、wait。wait。待つという意味の動詞です。これはよく命令文で使いますね。wait here っていうと、ここで待ちなさい。過去形と過去分詞形はどちらも ED をつけます。ING 形はそのまま ING。Wait for ほにゃららっていうと、ほにゃららを待つという熟語になります。これはよく使う熟語なので、しっかり覚えましょう。Wait for で何々を待つ。204番、before、before。後ろを強く読みます。この O の上ですね。before。何々より前にとか、あと以前にのような意味があります。反対の単語が after ですね。はい。使い方としては、before dark だと暗くなる前に、the day before yesterday だと、yesterday 昨日の前の日なので、つまりおととい。このような言い方になります。あと、before long っていう言い方で、間もなくとかすぐにという意味もあります。はい。では次に行きます。205番、down、down。下へとか下にという意味の単語ですね。反対が up になります。あとは、道案内で、ほにゃららに沿ってという意味で使うと、これは along、何々に沿ってという意味ですね。これと同じような意味になります。まず下へという意味で sit down、sit down、座るという表現ですね。反対の表現は stand up ですけども、まずこの表現がよく出てきます。あと道案内だと go down ほにゃららっていうふうな言い方で、ほにゃららに沿って行きなさいという表現がよく使われます。最初に道聞かれた時に答える時にGo down this street なんていうふうに言うんですけども、この道に沿って行ってくださいのような言い方をします。はい、では次行きます。206番、 invite、 invite。 強く読むところがこの場ですね。 I の上になります。アクセントに注意しましょう。招待するとか招くという意味になります。過去形過去分詞形は ED をつけて、ing にするときは発音しない e は取って ing をつけます。三単元の s つくと
つながって invites というふうに聞こえます。派生語invitation っていう単語があるんですけども、これは招待とか、あとは招待状という意味もあります。はい、では次に行きます。207番、ギター。ギター、アクセント注意ですね。日本人がギターっていうと最初の方を強く読むようなイメージになるんですけども、英語はギターっていうふうに後ろを強く読みます。ギターを弾くっていうふうに言いたいときは play the guitar というふうにこの the ですねつけて読みます。楽器名の前には定冠詞の the がつくと、楽器を演奏するというときですね、ピアノを演奏するとかバイオリンを演奏するとかというときにはこの the を楽器の前につけます。208番、バイオリン。バイオリン、アクセント注意ですね。日本語だとバイオリンっていうふうに言うんですけど、英語だとリのところ、この I の上を強く読みます。で、今あのギターのところで説明した通り、演奏する、弾くという時ですねは座をつけるようになります。 play the violin というふうに言います。209番、はい。はい、高いという意味ですね。あとは値段が高いという時の高いもあります。こう山が高いとか建物が高いという時にも使いますし、あと値段が高いという時にも使います。発音に注意してください。この G は発音してないですね。この H も発音しない文字になります。比較変化、ハイ、ハイヤー、ハイエスト。あとは同音語がこんにちはのハイですね。A high school っていうふうに言うと高校、 A high school student っていうと高校生という意味になります。ハイとトールの違いはこのようになっています。山とか建物が高いときにはハイで、人の身長とか、あとは木とか煙突のようにこう細長いものですねが高いときにはトールになります。210番、Leave、 Leave、 去るとか出発する、あとは残すとか置き忘れるのような意味があります。で、注意しなくてはいけないのが過去形と過去分詞形ですね。 Left という単語になります。で、これは左という意味の Left と見た目も発音も全く同じです。なので文のどこで使っているかによってどちらなのかを判断しないといけないということになります。はい、3単元の S がつくと Leaves。 あとは Leave 何々って言った時と Leave for 何々って言った時で違うんですね。 Leave どこどこっていうふうに言った時はどこどこを出発する。 Leave for どこどこっていうとどこどこへ向けて出発する。フォーがあるときにはどこどこへ向かってという意味になります。この違いですね、しっかり気をつけてください。211番、 over、 over、 発音に注意しましょう。 over っていうふうにこう伸ばさないで over というふうにうを入れて読みます。意味は覆って、覆ってってことですね、とかあと真上にとか何々を超えてのような意味があります。で、この over と on と above なんですけども、上というような意味で全部共通してるんですけども、細かく言うと違いがこのようにあります。over というのは覆っているイメージですね。こういう感じ。on というのは表面に接触している、こういう感じ。above というのは離れて上の方にあると、こんな感じ。ですね。まあ、最初はアバブは出てこないのでオーバーとオンの違い、オンはくっついてる、オーバーはこう離れてこういうふうに覆っている、カバーしている、このような感じで覚えてください。212番、全、全、その時とかそれから、それではのような意味があります。まずその時だと at that time というふうな言い方と書き換えができます。
それからそれではっていうのはこう文をまだ続けるときに使う表現ですね。 And then っていうふうに言うとそしてそれからのような意味になってまたその後に話が続くというふうになります。はい、あとこのように then を使った表現があるんですけどもこの中でよく出てくるのは since then、 それ以来、これは現在完了形というのを習ってから出てくることが多いんですけどもそれ以来という意味、あとは by then、 その時までにはという意味も時々出てくると思います。はい、では次いきます。213番、 ask 尋ねるとか質問する、あとは頼むという意味ですね。質問するという時にはアンサーと反対の意味になります。過去形が ed つけて asked、 過去分詞も asked、 これは could というのが濁ってない音なので後ろの ed も濁らないで to っていう風になります。三単元の s はつけると asks という風に読みます。214番、 during何々の間中という意味ですね。で、このデュアリングっていう単語はこの夏休みの間のような言い方でよく使います。 during the summer vacation っていうと夏休みの間とか夏休みの間中という意味になります。で、期間の長さ、例えば2週間とか3ヶ月とか長い間などと言いたいときには for ですね。これを使います。for も何々の間って意味があるんですけども、このように期間の長さですね。ある特定の期間、この夏休みのような言い方をするときには during を使って、期間の長さを説明するときには for を使うと。例えば2週間だったら for 2 weeks。3ヶ月だったら for 3 months。長い間だったら for a long time というふうに言います。215番、 both 発音に注意しましょう。 both ではなくて both というふうに読みます。両方とか二人とものような意味になります。で、この both ほにゃらら and 点点点、よくここに A って入れて、ここに B って入れて both A and B っていうふうに覚えるんですけども、ほにゃららと点点点の両方とも、 A と B の両方ともというふうに訳します。はい、例えば both of them っていうふうに言ったとすると彼らの両方とも、彼らの二人とものような意味になります。216番、 clean 何々をきれいにする、掃除する、あとはきれいなという意味ですね。比較変化はそんなに出てこないので、ちょっと省略しますけど、まあ、普通通りにつけます。過去形は ed ですね。過去分詞形も ed つけて clean do、 あとは clean up、 これは clean up って聞こえるんですけども片付けるって意味ですね。野球でクリーンナップって言いますよね。3番、4番、5番打者のことをクリーンナップって言うんですけども、あれは塁の上を片付けると、こう走者を返すということでクリーンナップっていうふうに言います。217番、アクロース、アクセントに注意ですね。後ろのロの部分を強く読みます。何々を横切ってとか何々の向こう側という意味になります。アクロスっていうのはこういうことですね。こう十字架になるということになります。例えば A bridge across the river だとこう川が流れててそこにこういうふうに横切っていると。 Walk across the bridge というと橋を歩いて渡ると、こう渡る、向こう側へ行くってことですね。というふうになります。218番、ダンス。これは踊るとか踊りっていう意味ですね。動詞の時、過去形は
D だけつけて danced。 過去分詞形も danced。 あとは3単元の S をつけると dances になります。フォークダンスっていうふうに言いたいときには a folk dance、 このように言います。フォークっていうのはあのスプーンとフォークのフォークとはもちろん違くて、民族のとか民衆のというこういう単語になります。スプーンとフォークのフォークはこのように書きます。219番、 into、 into、 アクセントに注意しましょう。最初を強く読みます。ホニャララの中へとかホニャララの中にという意味ですね。で、into と in の違いなんですけど、 in というのはもう中にあるんですね。こう箱があったら箱の中にあると。それに対して into っていうのは外からこういうふうに入るイメージですね。中へっていうことです。 in はもうもともと入ってて、 into はこう中に入るという動作になります。はい、最後220番ですね。 find、 find、 発音に注意してください。 fi って読まないで find、 find っていうふうに読みます。見つけるとか発見するとか分かる、気づくのような意味ですね。これはどれもよく出てきますね。見つけるとか、あと分かるとか、全部覚えておいた方がいいです。過去形過去分詞形は found という形になります。3単元の S つけるとつながって finds っていう風に聞こえます。はい、今回の20語は以上になります。で、今見てもらっているのが今回の20語をまとめたプリントになります。で、このプリントどこで見ることができるかというと、先ほどのスライドショーの下ですね。このスライドショーの下見てもらうと、このようなところがあって、この画像かこのリンクしている部分ですね、どちらかをクリックしてもらうとこのようなページが出てきます。はい、印刷したいときにはこの上の PDF ファイル開いてもらうとこのようなページが出てきて、下の方のこのプリンターのマークとか、あと画面上で右クリックするとこう印刷っていうのが出てくると思うので、そちらから印刷して使ってください。はい、あとはこの下見ていくと単語テストもあります。印刷したいときにはこちらの PDF ファイルから印刷してください。はい、あと最初に見てもらったこの20語ずつのまとめプリントというところなんですけども、こちらをクリックしてもらうと今と同じページが開くようになっているので、どちらからでもアクセスできます。ぜひプリントの方も使ってみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。